人魚姫。深い海の底に6人の人魚姫が住んでいました。人魚は15歳になると海の上に出ても良いという決まりがありました。そして末娘が15歳になりました。いよいよ私も海の上に出られるのね。どんな世界かしら。末娘は、上へ、上へと泳いでいきました。海の上に顔を出すと、大きな船の上で、その国の王子の誕生パーティーが行われていました。人々がダンスを踊っています。なんて素敵な方。私も、あの王子様と踊りたい。人魚姫がうっとりと王子を見つめていると、突然、空が暗くなり、嵐がやってきました。船は、音を立てて壊れると、みるみるうちに、海の底に沈んでいきました。王子様を助けなければ。人魚姫は、海に潜り、気を失っている王子を助けると、海辺に寝かせました。その時、近くの潮から若い娘がやってきました。人魚姫は急いで岩陰に身を隠しました。娘が王子を抱き起こすと、王子は目を開けて言いました。あなたが私の命を救ってくださったんですね。人魚姫は、助けたのは私ですと叫びたかったのですが、人魚の姿では出ていくことができません。人魚姫は海の底に住む魔女のところに行きました。お前さんが何で来たのか分かっているさ。お前を人間にしてやろう。その代わり、お前の美しい声をいただくからね。魔女はそう言って、不気味な色の飲み薬を人魚姫に渡しました。人魚姫はお礼を言うと、王子のいる浜辺に行き、魔女にもらった薬を飲み干しました。すると、尻尾が2本の足に変わったのです。歩くと足に痛みが走り、人魚姫はそのままそこに倒れてしまいました。人魚姫が浜辺に倒れていると王子がやってきました。かわいそうに口が利けないんだね。僕の後ろへ来るといいよ。人魚姫は後ろで暮らすことになりました。王子は人魚姫を妹のように可愛がってくれました。しばらくして王子は嵐の日に自分が助けてもらったと思っている女の人と結婚することになりました。その娘は隣の国のお姫様だったのです。本当は私が助けたのに、そう思っても人魚姫は口に出して言うことができません。とうとう結婚式の日になり、王子の結婚式は船の上で賑やかに行われました。その夜、人魚姫が船の上から暗い海を見つめていると、姉さんたちが波間から顔を出しました。そして、剣を渡して言いました。この剣で王子様を刺しなさい。そうすれば人魚も撃てるのよ。人魚姫は剣を持って寝ている王子の部屋に忍び込みました。でも、どうしても大好きな王子様を刺すことができません。人魚姫は海に身を投げました。人魚姫の体は泡となって、やがて空高く舞い上がっていきました。おしまい。